皆さん、こんにちは。大事です。えー、コーチングに関する相談とかをね、いろいろ受けるんですけど、まあ、よく受けるやつに、えー、 なんかコーチングの最後にクライアントとねじゃあこんなことやりましょうって決めたんだけど、えー、クライアントがやらないとかねまあ、もしくは自分がねあのなんか目標に向かって行動しようと決めたんだけどやれませんとかっていうことで、えー、今日はねそのことに関して、えー、行動主義心理学から学ぶ2つの刺激っていうお話をしたいんだけどまあでもそれよりももっと基本的なことを抑えたら解決しちゃうこともいっぱいあるんであのー。 まあそのお話からままずしましょうとで、ねえっと、行動をねとにかく、えー、できないとかっていうクライアントだったり自分もできにくい時はとにかく行動のハードル下げるちっちゃなものすぐできるものねでもうバカバカしいぐらいちっちゃなものにする、えー、1分以内でできるとかねまずはねあのやろうと思ったら数十秒でパッとできるようなものにしてできたっていう実感を持つでそれを重ねながらだんだん慣れていくっていうことをあのやる方がいいかもしれない。 でなんかねそのアイデアを一番の基本としてそれで次はねあの、まあ、今できるものじゃなかったらいつどこでとかどんな状況になったらやるって決めちゃうことねで手帳かなんかに書いておくであとはなんかやる前にこのハードルを下げる方がいいものっていうのはあの要は、えっと、例えばねなんかジョギング行きたいです、ね、ジョギング毎朝走りたいですとかっていう時にはもうとにかくそのジョギングするまでの 行動をなるべく楽ちんにした方がいいだからあの、えー、もう着替えて寝ちゃうとかね極端な話まあそれ嫌だったらあのもう着替えとかセットしておくとかあの靴を置いておくとかねでとにかくでそういうのも、あのー、もう長時間めちゃめちゃやろうとするとしんどくてやりたくなくなっちゃうからあのー、まず最初はねやったかやらないかぐらいから慣れていくみたいなのがまあ基本形なんですよね。 であとはやっぱり行動がちゃんと自分の本来の目的とかねそれから具体的にここを目指すっていうゴールにちゃんと向かうものなのかどうかねそもそもそこがずれてるとしんどいし。 であとはねやっぱり行動をとった時にしっかりとねなんかちゃんと迎えてるやれてるとかねあの実感が生まれたりとかっていうことを考えるとあの行動ってね、えー、取りやすくもなってきますだからいいですか、えー、と具体的にするちゃんとねで、まあ、まずそもそもゴールを具体的にすることがし目的明確にする、ね、で行動も具体的にちっちゃなものにするでハードルどんどん下げるで行動の前段階に何か行動がある時はとにかく小さくするで、えー、もう何時何分にやるとかね Yeah. <laughs> どこでやるとかっていうことを決めてもう書いておくねでこういうことするだけで相当上がりますからそれからもう一個はあのコーチに約束するねコーチだけじゃなくて他の人に宣言したら動けるんだったら宣言しちゃうんであのやったことも報告する、ね、であのこういうことをあの基本にとりあえずしてくださいそれだけでもあのかなり行動を起こすようになりますそれからあとはその最初に申し上げたね行動主義から行動主義心理学から学ぶ2つの刺激ってやつがあるんですけど行動をね起こすためのね1つ目の刺激は 行行動動起起ここししたたくくなななるる刺刺激激んですねだからなんか環境からの刺激でね例えば何か走ってて楽しそうとか走ってていい感じの人を見たりとかすると自分も走ってみようかなとか思うわけだしなんかねこの気持ちいい風が当たったりとかね明るい光が見えてそうすると走りたくなるでしょでだからなんか自分が走りたくなるような環境に自分持ってくね。ね だからあの周り走ってる人がいる方がいいわけだし、ね、で何か走りたいなとこう気分にさせるものを探してそういう刺激にねあの自分が何、えー、て言うのかな触れられるようにしてあげるだからなんか動きたくなる刺激をなるべく作っていくっていうことですよで逆に言うと動きたくなくなる刺激なんか <laughs> あの暗い部屋でね、あのー えー、静かな感じで暖かい布団の中入っててそういう刺激があるとあの走りたくなくなる可能性があるからだからその行動したくなくなるような刺激をなるべく外していくだからカーテン開けちゃうとか窓開けちゃうとか布団開いちゃうとかねでなんか音楽かけちゃうとかなんかこの走りたくなるような刺激を自分に与えるこれが1個ねで2、えー、つ目今度は行動した後にこの行動ってやっぱりいいなとかこの行動してよかったと思うような刺激。 っていうのがあると行動ってどんどん強化されるわけです。 でだからなんかご褒美みたいなものもそうだよねやったらすごいねってこう言ってもらえるとかっていうのが典型的にみんないいと思うから褒めて褒めてってなるわけですよねでだから自分でなんかね、えっと、走るんだったら何回走れたってこうチェックしたりとかそれがねなんかこの、えーね、最後、えー、何ですか、えー、何キロ走るんだとか言ってこうなんか埋めてったりとかしてね10キロ超えた20キロ超えたとかこういうのもすごく自分で達成感得たりやれたやれたって感じになるでしょだからあのアプリとか使いながらとか いいうのもすごくいいわけなんですよでアプリに褒めてもらったりいろいろ今できますね。であのそういうふうに自分の,この行動を強化するようなあので、えー、自分に声かけてあげるのもすごくいいね。 あのやったねとか今日気持ちよかったねとかってこうやって確かにそうだって実感するとその行動っていうのが強化されますだからあのコーチとしてね基本的にやるべく具体的にするとか小さくする時やってくださいで人に宣言するとかねあのいうのもやってくださいまあなんかね えー、罰金とかね、なんかそういうの設定してで、やるとやっぱりやる気が出るっていう人はそれもありだと思いますよ。で、その上でね、まあ、なんか今言った2つの刺激、行動を起こしたくなる刺激と行動してよかったと思う刺激と、この両方コントロールできます。で、これぐらいのことを、あのまずはね、ベーシックにして、この範囲でコントロールできること、山ほどあります。ねなので、そんなところから始めてみてはいかがでしょうか。参考までそれでは